ブワディスワフレオン・サピエハ・ブワディスワフレオン・アダム・フェリクス・サピエハは、オーストリア・ハンガリーのポーランド人貴族、政治家、サピエハ家の公、公爵。アダム・スタニスワフ・サピエハ公とその妻のヤドビガ・サングシコ、公女の間の長男として生まれた。1871年から1876年まで、レンベルク大学で法学を学んだ後、 1877年から1882年まで、レンベルクの総督府で管理として働いた。その後、父よりクラシチンなど1万8000ヘクタールもの広大な所領の経営を受け継ぎ、進歩的で優秀な農業、林業経営者として知られた。1883年から1889年まで、また1908年から1914年まで、 ガリツヤ王国議会議員を務め、同議会では、イエジ・コンスタンティ・チャルトリスキ・キコーラともに恩恵派グループに属した。1907年より、オーストリア貴族院議員を務めた。1886年より、ガリツヤ農業協会の幹部会員となり、1906年には、同協会、プシェムイシル支部の支部長となった。1883年より、 ガリツヤ農業信用金庫に関わり、また、ガリツヤ官業銀行の監査役にも就任した。1878年より、レンベルクのオスソリネウム民族研究所の理事となり、1910年には、巨城・クラシチン城の古文書を研究所に寄贈した。第一次世界大戦中に、ガリツヤがロシア軍によって占領されていた間は、傷病者に対する人道的な活動で知られた。 1881年に、エルジュビエタ・ポトリンスカ・伯爵夫人と結婚し、8男2女の10人の子女を設けた。サピエ派は、いつおのアダム・ジグムーンとサピエ派を通じて、ベルギー王妃、マチルドの元祖父にあたる。ありがとうございます。